トゥニカは、アメリカ合衆国ミシシッピ州の北西部、トゥニカ軍の町であり、同軍の軍庁所在地である。チュニカとも呼ばれる。2010年国勢調査でのトゥニカの人口は1030人だった。1990年代初期までトゥニカは、アメリカ合衆国で最も貧しい場所の一つであり、人口も1970年の1685人を頂点として減り続けている。 特に開放型の下水路があることで、シュガー・リッチ・アレイと呼ばれる地区があることから、やや有名な場所になっている。1994年、街の近くにギャンブルのリゾートが開発されたことから、街の運命は上向き、主要なカジノが地元民を雇用したので、トゥニカの市街で人口増加が起こった。近くにあるテネシー州、メンフィスやアーカンソー州ウェストメンフィス、さらに、 アメリカ合衆国南東部の全体からギャンブル客を引きつけている。その規模はわずか8年ほどで、アメリカ国内でネバダ州ラスベガス、ニュージャージー州アトランティックシティに次ぐ規模にまで成長し、全米第三のカジノシティと呼ばれる。特にカジノが法律で禁止されている。テネシー州メンフィスからの利用客が多い。なお、ミシシッピ州の税収の半数近くはカジノ施設からであるが、 その中でこのトゥニカが果たす役割は大きい。トゥニカはトゥニカ軍の軍長所在地として4カ所目、5代目である。過去にコマース、ペイトン、オースティンが軍長所在地に指定されてきた。トゥニカ町は北緯34度41分20秒整形90度22分50秒、北緯34.68889度整形90.38056度、 34.68889-90.38056に位置している。メンフィスから南に約20マイルにある。西はミシシッピ川に近い。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、長域全面積は0.7平方マイルであり、すべて陸地である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。トゥニカ町の公共教育は、 トゥニカ軍教育学区が管轄している。学区に入っている学校は、トゥニカ小学校、トゥニカ中学校、ロサフォート高校である。トゥニカ町に近いトゥニカ軍の未編入領域に、私立のトゥニカアカデミーがある。地元経済に対する、カジノギャンブルの効果は、軍内でトゥニカ町以外の未編入の土地での人口を増加させた。1990年以来、町の名前は、 ミシシッピ川近くにあるいくつかのカジノと関連して人気を上げてきた。しかし、現在のカジノ群は、トゥニカ町の北10マイルのトゥニカリゾートにあり、デソト群との軍境に伸びている。トゥニカリゾートは、当初、ロビンソンビルと名付けられていたが、2005年にカジノの場所に関する混乱を排除するために解明され、常にトゥニカという名称を含むようになった。 トゥニカ軍北部でこれらカジノが成功したのは、まず1990年代初期にムーンランディングと呼ばれたトゥニカ上域すぐ北西にある地域発のカジノ軍があったからだった。この領域は現在のストゥニカという国勢調査指定地域を構成している。これらのカジノはその後閉鎖されるか、大都市メンフィスに近い場所でより大きなリゾートとして開店し、 都市圏の住民を呼び込もうとしている。ミシシッピ州のメキシコ湾岸にあるカジノ地域とは異なり、トゥニカはハリケーンカトリーナの道筋には入らなかった。その結果、メキシコ湾岸のカジノが修繕や再建を行っている間に、メキシコ湾岸の固定客であった人々を北のトゥニカに引き寄せることになった。カジノはトゥニカの町域外にあるが、それから生み出される。 税収入の恩恵は町にも及んでいる。公立学校や中心街の改良が進んだのがその目に見える効果である。長期にわたる効果としてはアメリカ国道61号線の改良や多くの議論を呼んだトゥニカ市民空港の拡張可能性がある。2007年時点でトゥニカリゾート住民の中には新たな町として地域を法人化させようとしている者がいる。 トニカ軍の司法権下に運営されるか、トニカ町に併合されるかという選択肢に対抗するものである。トニカリゾートが法人化されると、新しい町政府はカジノの税収から直接の恩恵を受け、町役場の建設も可能である。人口と税収の成長次第では、消防署や警察署、図書館など公共インフラの追加も可能になる。 現在のトゥニカ町への潜在的な効果は不明である。トゥニカはラスベガスのように市街地を形成しているわけではなく、かつて面川畑として知られた広大な出現地帯にカジノを併設したホテルが点在する。ホテルはシェラトン、ゴールドストライク、ホース州、バリーズ、グランドフィッツジェラルド、ハリウッド、リゾーツ、サムズタウンであり、それぞれが離れた位置にあるため、移動は バスや、マイカーなどを利用する。また、ミシシッピ州法により、カジノは水上でないと不設が認められなかったが、州法の改正に伴い、河川沿いでも合法化されたため、いずれのホテルも河半に立っている特徴がある。ありがとうございます。